ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、ちょっと聞いてほしいことがあるんだけど。どうした、霊夢、柄にもなくシュンとしているじゃないか。さっき自転車に乗っていて、着信が来たから、スマホを見てしまったのよ。俗に言う、スマホ運転というやつだな。危ないから、スマホを見るのは一度止まってからにした方がいいぜ。いいというか、そうしないと違法だ。そうなんだけど、ついつい横着してしまったの。そしたら通りすがりの警察官に、すごい勢いで怒鳴られてしまったのよ。ああ、なるほどな。普通に注意してもらえれば、普通に反省するのに、落ち込んじゃったのよね。いきなり怒鳴られたらショックだよな。警察の人も、ストレスが溜まってたのかしら。霊夢を怒鳴った人は何とも言えないが、警察官がヤバい対応をすることもあるんだ。その様子を撮影されて、ネットに投稿され、見事に炎上してしまった事例もあるんだぜ。そうなの？ああ、警察官がヤバい対応をして、見事にネットで炎上する事例はたくさんあるんだ。霊夢の憂さを晴らすためにも、いくつか紹介してやろうじゃないか。私の性格が悪いみたいに思われちゃうけど、留飲を下げないと気が済まないわね。それじゃ今回は、ネットで炎上した、警察官のヤバい対応4選を解説するぜ。はい、お願いします。それじゃあ、ゆっくりしていってね。最初に紹介するのは、大阪府警のとんでもない言動だぜ。大阪って、ストレートな物言いをする人が多いイメージだけど、警察官もなの？みんながみんなそうではないということは、この場ではっきりと言っておくが、投稿された動画内の警察官は、そうではなかったようだな。一体、何があったのかしら？炎上に繋がった動画を撮影、投稿したのは、神戸の若おじさんという YouTuber だ。投稿主さんは警察が好きで、警察官の方々の素敵な姿や、警察車両の写真と動画を、頑張って撮影してきたんだ。警察好きが高じて、動画や写真を撮影して広報していたのね。そんな人に対して、大阪府警の警察官は何をしたの？問題となったのは、2022年6月28日に投稿された動画で、タイトルは、大阪府警、警察官のありえない職務質問、だったぜ。どんな内容だったのかしら？動画内で、若おじさんは運転する車を左折させたんだ。だが、そこで右車線にいた大阪府警のパトカーから、クラクションを鳴らされたぜ。何かまずいことでもあったの？いや、職務質問だったようだな。だが、クラクションに続いて、大阪府警の警察官は、おら、危ねえよ、お前だよ、と怒鳴りつけ、若おじさんの車を停車させたんだ。いきなり怒鳴ってくるの、怖いわよね。若おじさんも恐怖を感じただろうな。その後、若おじさんは、撮影していたという事情を話したが、警官は聞く耳持たず、エンジンを停止するように命令し、何してんねん、おっさん、何人や、お前、日本人か？と、失礼を通り越した質問攻めをしたんだぜ。ひどすぎる対応だわ。だが、ここからさらに警察官はヒートアップしていき、YouTuber？ 答えろやこら、このやから、などと、怒り丸出しで突っかかったんだ。いやいや、明らかにやりすぎだし、どっちがやからなのって感じだわ。明らかに警察官側がやからだよな。若おじさんは、この後、すぐに解放されたのかしら？いや、その後は、名刺と免許証の提示を求められたんだ。若おじさんはなかなか提示しなかったんだが、警官は、ガタガタさっきから文句言うなや、こら、おい、免許持ってへんのやろ？どっちやねん、さっきから、ごねやがってる理由はよ。なあ、さっきからなんやねん、お前、出せ、言うてるやろがい、といった感じで、トップギアで怒鳴り続けていたんだぜ。その様は、完全に本職のやからだな。さすがにひどすぎるわよ。言いがかりをつけて、抵抗できない一般市民を、脅してるとしか思えないわ。そうだよな。その後も警官は同じ調子で、若おじさんの財布を見ようとしたり、顔にライトを当てる嫌がらせをしたり、挙句の果てには、撮影中の動画ファイルを、削除するように要求したり、やりたい放題だったんだが、その流れでカメラを刺して、壊したらこれ、わからなくなるんちゃうん？とまで発言していたんだぜ。いやいや、動画ファイルの削除って、明らかに自分の対応をもみ消そうとしてるし、カメラを壊しかねない発言も、立派な脅しになってしまってるわ。若おじさんは、私以上に怖い思いをしたのね。彼は立派な人で、あくまで、ひどい対応をしたのは二人だけであること。他の警察官は、適切な職務執行をしていたと前置きをした上で、当時の心境について、非常に怖かった、と素直に話しているぜ。そりゃそうよね。
普通の輩だったら、逃げることもできるけど、警察が相手じゃ難しいし、そもそも、市民を守るはずの警察官から、こんな対応されたらトラウマになるわ。全くもってその通りで、警察官の信用が揺らぐ対応だよな。若おじさんは、2日後の、6月28日に動画を投稿したんだが、これを、他のチャンネルが検証付きで紹介して、拡散されていったんだ。結果として、大阪府警は見事に炎上することになったぜ。当然の結果だと思うわ。むしろ、若おじさんが心配になるわ。若おじさんは、この件に関して、今回の件で大きく失望し、これまでにあった警察への気持ちもなくなった、と話し、活動を休止してしまったぜ。数ヶ月後に、活動を再開したが、最後の動画は1年以上前だな。さらに、今回の職質動画の影響で、誹謗中傷を受けるようになってしまい、さらなるトラブルに見舞われてしまったぜ。完全に活動を潰されてしまった感じね。動画を撮るほどの熱量で、応援してくれる人にひどい対応をしたんだから、大阪府警も深く反省して、警察官たちを指導したのかしら？なんとも言えないな。大阪府警は、この炎上について、動画がアップされていることは把握している、と答えつつ、動画を見た人から、口調がきついのではないか、という内容の苦情が来ていると答えたぜ。きついのではないか、どころの話じゃないわよね。事情説明と、警察官への対応は？当時の大阪府警は、お薬を使う容疑者の職務質問をしていたそうで、物容疑の車、不審者を発見して追随していた。物容疑は、症状が多数現れるので、確認しながら追随していたところ、パトカーの後方に追尾したり、並走する車がいた。車の中にも、カメラらしきものを積んでいたので、不信感があって職務質問をしたと聞いている、と、当時の状況を話したぜ。職務質問というか、完全に恫喝よね。その通りだな。この対応が適切だったかどうかは、現在も調査中で、相手様ともやり取りを継続させていただいている。として、警察官の処分については、今後の話になること、その際はしっかりと調査をして、不適切と思われる点は指導すること、などを説明していたぜ。納得いかないわね。炎上した理由からして、不適切の塊のような事例だし、指導以前に懲戒処分もありえそうだわ。多くの人がそう思ったからこそ、この件は大炎上したわけだしな。自分がこんな職務質問を受けたら、警察官に恐怖を抱くようになってしまうし、厳正な処分と指導をしてほしいぜ。大阪の警察官か、みんなそうじゃないのはわかるけど、なんか嫌な印象がついたわ。それも無理ないと思うぜ。霊夢のために、次は大阪府警の悪印象を、払拭できる話をしていこうか。と、どういうことなの？次に紹介するのは、警視庁の警察官が行った、ヤバい対応と炎上だ。もしかして、大阪府警の悪印象を払拭するために、今度は東京の事例を？今回のテーマは炎上だから、こうするしかなかったんだぜ。いや、そんな仕方ないみたいな言い方をされても、困ってしまうわ。でも、警視庁がそんなことをしたなんて聞いたら、詳細を教えてほしくなるわね。じゃあ話していくぜ。この炎上のきっかけとなったのは、またも YouTube の動画で、投稿したのは、元神奈川県警の警察官である、ヨッシー部長さんという YouTuber だ。元警察官の人がやってるなんて、なんか興味を惹かれるチャンネルね。このチャンネルは、神戸の若おじさんとは逆に、警察組織の裏の顔を取り上げているぜ。さっきの大阪府警の事例を見ると、そういうコンテンツも必要と感じてしまうわ。ヨッシー部長さんが所属していた神奈川県警は、悪評の高さで有名だしな。そういえば評判悪いわよね。前日発生した、日新宿タワマン事件で、加害者男性を追い詰めたとも言われてるな。確かに。ついこないだそんな話を聞いた気がするわ。さて、話を戻すぜ。炎上のきっかけになったのは、2024年2月21日に投稿された、恐喝職質、史上最低、恐怖の職質、警視庁第二次ら隊、というタイトルの動画だったんだ。元動画は、別のチャンネルが投稿したんだが、その動画をヨッシー部長さんが引用して、検証したという内容になっているぜ。動画の事情はわかったけど、ジラ隊って何なの？自動車警ら隊の略称だぜ。パトカーを使って、管轄区域に縛られない、広範囲を警らする組織なんだ。ちょっと特殊な警察官なのね。で、その人たちがヤバい対応をしたの？ジラ隊の警察官は最初、強めの勢いで免許証の提示を求めたぜ。
撮影者は交通違反をしたわけでもなく、これはただの職務質問だったんだけどな。じゃあ、自衛隊の人が、無理やり免許証を見せろと言ってるのね。そうだぜ。撮影者は提示を拒否し、自衛隊の一人と言い合いになったんだが、そこにもう一人の警察官が、おい、何逃げとんじゃこら、といきなり割り込んできて、車から降りろと脅しをかけてくるんだ。ちょっと、大阪府警のやから警官と大差ないじゃない？まったくだな。その後も、自衛隊の免許証を見せろと、撮影者の拒否が続いていたんだが、自衛隊の警察官はその中で、あなたが逃げるからこうやってる、と職務質問を拒否したことを責め出し、いい歳こいて、お願いしますよ本当に、と、違反も何もしていないのに、撮影者を責めるような言動を繰り返したんだ。ちなみにそれは、やから警官と比べると、比較的落ち着いた隊員の発言だぜ。ひどい状況だわ。それで、この撮影者はどうなったの？最終的に、車を降りざるを得なくなり、駐車痕の確認までされてしまったぜ。失礼極まりないわね。そもそも、怒鳴られる理由なんてどこにもないからな。大阪府警の件もひどかったけど、この警視庁の件も大概ね。警視庁は何かコメントを出してるの？この動画は、まとめサイトでも紹介されたんだが、警視庁は沈黙してるぜ。あら、そうなのね。にしても、なんでこんな態度になるのかしら。罪を犯した人を相手にするせいか、警察全体に、そういう傾向があると思ってるぜ。こちらの対応によって、どんどんヒートアップする警察官は多いんだ。そこは公務員なんだから、落ち着いて対応してほしいんだけど、目には目をというが、さすがに、市民に恫喝はやめてほしいよな。もちろんだが、最初から恫喝気味なのは、完全にアウトだぜ。この動画の、途中から割り込んだ人はそのタイプね。撮影されて、ネットに投稿される時代に、そういう態度を取るのは、悪手だと思うわ。それについては同感だな。わざと挑発的な態度を取って、警察官を怒らせて撮影し、それを投稿するという、人を利用した炎上商法も可能な時代だし、感情論抜きに、警察官のアンガーマネジメント研修をしてほしいぜ。それがゆくゆくは、理不尽に怒鳴られる人を減らすことにつながるもんね。なんか、さっき怒鳴られた記憶が、鮮明に蘇って嫌な気分になるわ。じゃあ、少し変化球な炎上を紹介するぜ。変化球な炎上ってどういうこと？今までは、警察官のリアルでの、ヤバい対応の炎上を紹介していたが、ネット上のヤバい対応で、炎上した事例もあるんだ。一般人も、ネットでの行動で炎上するけど、警察もやらかしてるのね。その通りで、この炎上を起こしたのは、悪名高い神奈川県警だぜ。さっきも嫌な話が出ていたわね。でも、ネット上の対応で炎上って、一体何があったのかしら？現在の X、当時の Twitter の、神奈川県警の公式アカウントが発端だぜ。2018年4月に、神奈川県警公式アカウントは、公式キャラクターのピーガルくんが、採用活動を PR するという内容で、5件の投稿を行ったんだ。その内容が不適切だったのかしら？その通りで、投稿の中でピーガルくんは、採用係の女性職員に対して、姉ちゃん可愛いね。こっちの姉ちゃんも可愛いがるねー。などの発言をしていたんだぜ。完全に昭和の発想だし、今だとアウトな発言じゃない？ツイッター上では、この、ハラスメント的発言に批判が集まり、挙句の果てには、県警内部の職員からも、不適切だとする指摘が上がったんだぜ。内部からも指摘があったのね。おかしな話だけど、事情作用があることにほっとしてしまったわ。この反応を受けて神奈川県警は、不適切な表現の投稿があり、深くお詫び申し上げます。と謝罪するとともに、チェック体制を強化すると発言したんだ。あまりに時代に即していないもんね。そういう発言で、訴えられる人も少なくない時代に、警察がやってはいけない表現だわ。霊夢の言う通り、時代感覚の話だな。ネットで炎上した、警察官のヤバい対応参戦は異常だぜ。警察の炎上事例となると、どうしても物騒な話になりがちだから、最後はちょっと方向性を変えてみたが、リフレッシュできたか？警察官に怒鳴られた恐怖は、とても払拭できそうにないわね。やっぱり、警察官が恫喝まがいのことをするのは、おかしいと思うわ。相手にする人間の性質上、ある程度は仕方ないのかもしれないが、警察官以前に人として、炎上するような対応は控えてほしいよな。紹介しておいてなんだが、私の中でも警察の信頼感が下がったぜ。珍しく、マリサが自爆する形になったわね。それじゃ今回はこの辺で。
ご視聴、ありがとうございました。